この催しは津市に本社を置く自動車販売会社ネッツトヨタミエが運営している子ども向けの会員制クラブチューリップクラブが開いたもので、今日は県内各地から午前と午後に合わせて50組およそ170人の親子が参加しました。参加した子どもたちは初めは躊躇しながらもピンクや青、紫など7色の絵の具を使って全身で思い思いの芸術作品を仕上げていました。最後に親子で協力しながらトートバッグと紙でできた提灯に色を加え思い出の品を作っていました。めっちゃ汚れてます。家に絵の具ちょっとあるけどこんな色はなかったからできて楽しい。笑顔になれるとか楽しい絵を描きたいです。普段なかなかできない経験なのでこういったところで羽を伸ばして遊んでほしいなと思います。ネッツトヨタミエの担当者は次回は来年の春頃の開催を予定していて、今後も子どもたちの笑顔があふれるイベントを開催したいと話していました。